はいどうもこんばんは、直樹です。今日はですね、チームオブザシーズンハルステンベルクのレビューやっていきたいと思います。このハルステンベルクはブンデスリーガ RB ライプツヒ言えねえRB ライプツヒのね、左サイドバックの選手ですね。今シーズンの序盤は怪我してたんですけれども、そこからね復帰しまして、アシストやゴールを決めて、活躍した選手になります。正直言って自分はあまりブンデスリーガ見ないんで、このハルステンベルクもあまりね、詳しくないんですけれども、今シーズンのライプツヒはすごい、堅守だったということで、守備が硬かったということで、そのディフェンスラインの一角を担った選手だということになります。はい、それではハルステンベルク能力見ていきたいと思うんですけど、まず身長は187センチとサイドバックとしては長身になってます。ワークレートですが、攻撃意識が高い、守備意識が普通になってますね。利き足は左です。逆足が3、スキルムーブが3と、ここら辺も標準的になってます。これ全体の能力ですけれども、まずスピードが85というところが、まず皆さん気になるかもしれません。サイドバックなのでスピードが90欲しいという方もいると思われるんですが、まあそういったところが気になるかどうかっていうのも、見ていきたいと思います。他の能力はね、かなり高くてですね、シュート能力も、総合値で78ありますし、パスも92ありますが、視野が70しかないので、この点が、もしかしたらサイドチェンジとか、ロングボールを送るときに気になるかもしれませんので、ここをちょっとね、気になるかどうか見ていきたいと思います。ドリブルも87あります。ただ、敏捷性とバランスがそこまでは高くないんで、それが気になるかどうかっていうのもまた見ていきましょう。ディフェンスとフィジカルに関してはすごい素晴らしくて、どちらも総合値91あって、かなりバランスの高いに能力値をしているんで、ここら辺はね問題ないと思います。身長も高いですし、空中戦もこなせるはずです。今回ケミストリースタイルはですね、やはりスピードの高さが、気になるということで、シャドウ、日本語の、バージョンだと影かな、影つけてます。特性に関しては持っていないみたいです。使用するフォーメーションなんですけれども、今回ですね、433の括弧2を使って、このハルステンベルクには左サイドバックの位置で、まあビルドアップにも参加しつつ、オーバーラップとかインナーラップもしてもらいつつ頑張ってもらおうと思ってます。そしてハルステンベルクさん。あ、こちらは、まあフェリペ、一緒に使ってるフェリペはね、あんまり、足速くないなってなるんだけど、ハルステンベルクに関してはあんまり問題ないかもしれないな。ハルステンベルク、ナイスサイドチェンジ。ハルステンベルク、あ、トラップしたけど、いけるか。よし、いいぞ。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいね。さあ、駆け上がれ。ちょっと、ドリブルの反応鈍いかな。オッケー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 。意外と、シャドウつけるといけんな、とか言いながら、抜かれてる。おい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 。今のコンピューターの挙動はないんじゃないの勝手に入れ替わっちゃったよ、お前と後ろ。アルセンベルク、ナイスパス。いいね、パス。アルセンベルク、追いつけるか。オッケー、ハルステンベルク、ナイス。ハルステンベルク、取ってくれ。よし、いいぞいいぞ。ラストパス、ハルステンベルク。あー、よし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 。ハルステンベルク、ここにいるけど、ここにいるけど。あー、ここ入らんのかい。いいぞいいぞ、ハルステンベルク活躍してるじゃないか。ハルステンベルク、シュート！惜しい！ミドルだけどな。さあ、ハルステンベルク、競り勝ってくれ。いいんじゃない？あー、惜しいな。ちょっとキーパーに近すぎたかな。さあ、ハルステンベルク、ロングパス送る。いいパスだ。素晴らしいパス。意外と視野が低いけど、気にならないかもな。おー、ハルステンベルク、ナイス。うん。まあ、それは、取らんよな。アルセンベルク。いいよ、ナイスパス。さあ、ハルセンベルク。イーズルパスだ！ネイマル。よしよし。ハルセンベルクが、
ハルステンベルクが、言えねえ。ハルステンベルクがインナーラップしてきてるけど、ちょっとそこには渡せないか。ここにいますね、ハルステンベルク。あー、もったいない。さあ、ハルステンベルク。前に行く。もう一回ハルステンベルクに行こう。うん、やっぱちょっとアジリティは気になるかなっていう感じはありますね。さあ、ハルステンベルク。綺麗なサイドチェンジ。ハルステンベルク上がってくる。あ、そこのパスは通らないか。ちょっとネイマールが戻ってきちゃったな。ハルステンベルク持ち上がる。スキルムーブ入れて、まあちょっと様子を見て、チャンスを伺っていく。ハルステンベルク、裏に行く。裏に行く。あ、ちょっと、スピードが、ない。ああ、ちょっとこういう時に気になるな。あ、ハルステンベルク。オッケー、いいよ。玉木は強いね。さあ、ハルステンベルク、中央に入ってくる。あ、今、ハルステンベルクに渡してシュートしたかったんだけどな。なんかいい感じでシュート飛んじゃったな。おー、ハルステンベルク、ナイス対応。ちょっとやっぱり少しだけ敏捷性は、気になる場面はサイドバックとしては多いですね。特に自分はサイドバックに結構攻撃参加をさせるので、結構その点が気になるかもしれないな。まあ普通に守備戦としてね、まあいわゆるポピュラーな戦術であるサイドバックは上がらない戦術で頑張ってもらう分には問題ないんじゃないですかね。オッケー、いいね。守備能力高いよ。持ち上がる。ハルステンベルク。クロスを試してみよう。早いクロス。うん、惜しい。今通ってたらな。通りそうだったんだけど。ハルステンベルク。ナイスパスだ。ナイストラップ。あぶね。ハルステンベルク、いいクロス、惜しい。よし、ナイス、ハルステンベルク。名前長いから言いにくいな、ハルステンベルクって。いやー、いいパスだ。素晴らしい神パス。いいね、足が長い。足が長いって素敵。ハルステンベルク、空中戦は任せろ。オッケー、強い。さあ、ハルステンベルク上がってくる。パス&ゴー。もう一回ハルステンベルク。いいぞ。無理だな。はい、それではハルステンベルク評価入っていきたいと思います。まず強さなんですけれども、これは10段階中の9点でいいんじゃないかなと思いました。まあ、スピードはね、あんまりないですし、敏捷性とかバランスとか、ドリブル能力もそんなに高くないんですけれども、まあ、普通にね、サイドバックを下げて使う分には、非常に強力にディフェンスラインを固めてくれる、そういう選手だなと思いました。パスも上手いですし、いざとなったら攻撃参加できますしね。まあ、今回僕はね、攻撃参加、まあ、あえてさせてやってたんですけれども、そうやって使うとなると、やっぱり敏捷性とかスピード気になったりはするんですけれども、まあね、普通に、まあ、人気のフォーメーションとか、4231ですね。4231で、サイドバックを上がらないの設定にして使う分には、別にいいんじゃないかなと、気にならないんじゃないかなと思いました。次に楽しさですけれども、これは10段階中の 7.5 点ですね。身長が高くてディフェンス、フィジカルともに高いということで非常に安心感のあるサイドバックだと思いますし、まあそういった面で言うと、まあ少しね攻撃参加の面白みが足りないかなっていう面はあるんですけれども、まあ普通にね攻撃性能も高いですし、
うん、まあそういった面では楽しさはそれなりにあるんじゃないかなと思いますが、やっぱりちょっと敏捷性がね、足りないかなって思う時があるので、まあ守備戦で頑張ってもらう選手にしては、かなり楽しい方なんじゃないかなと思ってます。コストパフォーマンスですが、まあ、結構安いし、それなりに強いんで、コスパ10段階中の 9.5 点ぐらいでいいんじゃないかなと思いました。やっぱりもうゲーム終盤なんで、身長が高いフォワード、ジャンプ力が高いフォワードに、クロスを当てて得点するっていう形がすごく、まあ、特に日本では多いということで、サイドバックでね、身長が低いともう簡単にね、やられちゃうんですよね。まあ、ですので、このハウステンベルクがサイドバックにいることによって、相手のクロスゲーをね、まあ、阻害できるといった側面があるんじゃないかなと思って、まあ、非常にね、コストも安いですし、パフォーマンスもいいんじゃないかなと思って、今回 9.5 点にしています。次に良い点ですけれども、まず身長ですよね。ディフェンス、フィジカル、ともに優れてますので、ここら辺がやっぱ長所になりますね。次に悪い点なんですけれども、敏捷性バランスがやはり、気になる人もいると思います。サイドバックを中心に攻撃を組み立てたい人っていうのはやっぱいると思うので、そういった方にはもう少し、そういったものが、そういった能力が優れている選手、もしくはスピードが優れている選手の方がいいかもしれません。次に視野も一応弱点に入れてるんですけど、今回使った限りで、まあ、サイドチェンジとか普通にパスしている分には気になることは少なかったんで、まあ気をつけてパスを出せば、まあ全く問題ないレベルだと思います。適正ポジションですけれども、左サイドバックですね、もちろん。そしてボランチとして使うのもいいんじゃないかなと思いました。少しワークレートがね、攻撃寄りなので、そこが気になるところではあると思うんですけれども、まあこのハルステンベルクをボランチの位置に置いて身長の高い、ディフェンス能力の強い選手として頑張ってもらうのもいいと思います。まあツーボラの一角とかであれば普通にいけると思いますし、まあサブでね、置いて少し攻撃寄りに行きたいときはこのハルステンベルクをサブでボランチの位置に投入するっていうのもありなんじゃないかなと思いました。はい、それでは TOTS ハルステンベルクのレビューここら辺で終わりたいと思います。非常にコストが安くて、それなのにパフォーマンスも高いっていう左サイドバックだと思います。多分ブンデスの左サイドバックだとまあ一番安定してるんじゃないかなと思いますので、ぜひ購入検討してみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。